県局でも2件に入りました。通行車になった時であと40分前後で店の中が到着いたします。本日伊勢市まで乗車いたしまして、伊勢市から、ね、もうバスの便がもうありませんので、ね、JR の三宮線で二見の山に乗車いたします。本日の泊まりに、海の目の前のホテルキャスリンです。キャスリン二見夫婦岩という有名な夫婦岩の近くです。まだここからでもね、到着予定18時30分過ぎた、あと2時間ね、時間が必要です。ただいまな、もう三重県ですかね、三重県とても広いなと思う。なんか小さくはね、ね、もう桜は一階のところがね、多いですね。少しね、風が吹くのは少し一部だけぐらい咲いておりましたけど、まだ桜はね、そう見るかどうか、あまり咲いておりません。まもなく黙りに到着なんですね。黙りの時間、僕の
古屋駅特急ご乗車のお客様は2番乗り場に参ります電車にお乗り換えです。さあ特急には特急券が必要です。お忘れ物のないようにご注意ください。海は見えませんけどね、松林に泊まって、だけど手頃な値段でね、予約できましたので、今日はそちらにお泊まりいたします。あ、流れ駅飛び出しました。あの家は捨てましたね。髪きれいになりました。あの3センチ切りました。以上、名張駅からでございました。